ソニーのワイヤレススピーカー SRS-XB33 です。こちらのスピーカーは SRS-XB シリーズの233343のちょうど真ん中の33になってます。早速開封していきましょう。電源と、ペアリングの Bluetooth のマークのスイッチと再生停止、ボリュームマイナスプラスライブ NFC、 防水防塵キャップはしっかり密閉されているのでこんな音がします。モバイルバッテリーとして使用する充電端子で、このスピーカーを充電する USB Type-C の端子で、このバッテリーっていうボタンを押すとというように音声ガイダンスでバッテリー残量を聞くことができます。ここを長押しにするとライティングモードをオンオフ切り替えることができます。このパーティーっていうボタンはパーティーコネクト機能に対応している複数のスピーカーを最大100台まで接続するというものになっています。でこの ST ペアっていうボタンはステレオペア機能で、2台のこの同じ機種ですね、 SRS-XB33 を Bluetooth 接続してステレオで楽しむというものになってます。低域を効果的に増強するパッシブラジエーターを2つ配置したデュアルパッシブラジエーター方式っていうので、ちょっとここを注目してください。とにかく重低音が効いています。通常音量で2つ離れた部屋の椅子に座っている人が振動を感じるくらいです。ここはマンションなので近所迷惑にならないようアプリで低音を抑え気味で調整しています。高音から中音はよく言えば刺さらず丸みのある優しい音、悪く言えば少しこもった明瞭に欠ける音といった感じです。低音好みの人にはたまらないスピーカーだと思います。クラシックなどの綺麗な音色を聞くのにはちょっと物足りないかもしれません。とにかくパリピ仕様なので派手派手な光と音になっていると思います。できればもう一台購入してステレオペア機能やパーティーコネクト機能を試してみたいです。このスピーカーですね、アプリでいろいろ切り替えることができます。設
てイルミネーションライティングモードで、今例文になってますけど、チルとかネオンとかホットとかクールとかいろいろ切り替えることができます。その中でもうこの LED 鬱陶しいっていう人はライトオフっていうのを選びます。あとはですね、このアプリを使いまして、こう DJ コントロール、イルミネーション、モーションコントロールというので、ちょっとしたお遊びができます。こんな感じ、あとイルミネーションはこう色をこうやって変えることができます。でモーションコントロールは、こう振ることで、っていう風なお遊びができます。残念なポイントなんですけども、こういうところですね、この素材がホコリが溜まりやすい感じになってまして、耐久性に優れたソニー専用ファブリック素材ってありますけれども、ちょっとこういうのは気になるかなと思います。